成城、田園調布、自由が丘、どこの幼稚園でも愛様の魅力に逆らえる者はいなかった。だがしかし、あいつにだけは。あいつにだけはお嬢様の魅力が通じなかった。そしてここ春日部双葉幼稚園にあいつはいる。そのあいつとは、そのあいつとは、こいつである。アイちゃんはオラに夢中だぞ。行くぞ。へい、どこ蹴ってんだよ。吸っちゃった。わりわり、これあなた方の。それじゃあ、はい。全部やってるからお静かに。かくれんぼ、愛を入れて。鬼は誰？鬼はいません。鬼のいないかくれんぼ。チップー。やっぱり普通の男の子とは違う。素敵。愛もご一緒させて。ご一緒してもいいけど見つからないようにね。わかりましたわ。しんのすけくん。え？え？目にゴミでも入った？お、来た来た。は？ほら、急に忙しいから今日はこの辺で。なんてマイペースな方なの？忙しい忙しい。お待ちになって、しんのすけさん。あいちゃん、今あなた方に構ってる暇はなくってよ。お待ちになって、しんのすけくん。あ、もうなんかよ。ええ、愛からとっても大切なお願い。なにかな。今度も一味違うわよ。しんのすけくん、愛とおデートして。忙しい忙しい。喧嘩だ。あ
愛ちゃんが危ない。愛ちゃん今助けるよ。お嬢様喧嘩はいけません。二人ともおやめなさい。お黙り。はい。これは子供同士の問題です。そして女同士の問題でもあるのよ。下がりなさい黒磯。口出しもよねえ。あなたたちもよ。わかりました。出過ぎた真似を。ボディーガードも大変だね。うん。こうなったらどっちが好きかしんのすけくんに決めてもらえませんこと。望むところよ。しんちゃん、ねねの方が好きよね。しんのすけくん、愛の方よね。オラのくつろきの時間が。どっちが好きなの？はっきりして。あなたには答える義務があります。もうちょっと待ってよ。待てない。早くお出になって。愛ちゃんってしんちゃんのことが許さん。なんでしんのすけなんか。もう半分しか出なかったぞ。待っちゃうね。ねえねえどうなの？はっきりして。もちろん私よね。どっちが好きと言われてもオラいつも言ってるでしょ。オラ子供には興味ありません。しらけるな。ああいうとこがダメなのよ。しんちゃんはかっこいい。何？邪魔だからもう追いかけないでね。この愛を邪魔者扱いするなんて。こうなったら絶対愛の方に振り向かせてみせますわ。あんた変よ。残り半分は打ち返ってしようっと。やれやれ。神様バカチンどもが早く目を覚ませ。